ドッグズベストセメントとは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに本社を置く、クーリークーリー社から発売されている、歯科医療の輸食治療で用いられる銅セメントのこと、また、それを用いた治療法のこと。銅の殺菌力により、従来であれば、抜随になる症例で、神経を残すことができると期待される治療法である。ヒールオゾンと同様に、 ミニマムインターベーションをコンセプトとする治療法である。日本に紹介されて10年以上経過するが2020年現在、日本では薬事法の認可を受けていない。従来の治療法では、皮脂髄まで感染した腐食は、しばらく間的関節副髄法や直接副髄法で対応できる、限られたケース以外は原則的に抜髄となっていた。ドックスベストセメント法は、 感染発出をすべて除去すると露水する場合、感染発出を残し薬効低下がなく、半永久的に薬効が続くドックスベストセメントを置くことにより発出内の病状を無菌化し、軟化増下質を硬化させ、死水を残し、治療を終了する治療法である。しかし、材料の発案者を、OK 牧場の打ち合いで有名な毒ホリデーと主張しているが、時期的な正方性に、 疑問符があること、この材料に関する公式にパブリッシュされた論文が、ほぼ存在せず、エビデンスがほとんどないことから、効果を疑問視している、司会誌も多い。インビトロでの実験では、アメリカモンタナ州立大学のスターマンとコスタートンは2005年、大流培養液における、バイオフィルム形成のテストを行った結果、ドックスベストセメントを用いたものは、 バイオフィルム形成は見られなかったと報告している。安全性に関しては、ローマリンダ大学の l y y チャン W オニャンゴ O が2005年細胞毒素は認められないことを報告している。ABCDE デンタルディアマン第イ34巻5号 P78 から83ありがとうございます。